パパ。私の身に起こったいくつかある体験談のうちの一つです。小学生の頃のこと。私は妹と二人姉妹です。当時私たち家族は二階建ての借家住まいでした。二階に二つ部屋があって、一つは私たち姉妹の部屋、もう一つは両親の寝室でした。二階への階段は私たち姉妹の部屋に通じていて、私と妹は二段ベッドに私が上、妹が下に寝ていました。夜寝床に着いた私は、その日どういうわけかなかなか寝つくことができませんでした。妹は下ですでに寝息を立てています。やがて両親も寝る時間になって、一階の居間から階段を上がって、私たちの部屋を通って寝室に入っていきました。私はいつまでも起きていることを怒られると思って寝たふりをしていましたが、意識ははっきりしていました。それからしばらくしても、私はなかなか眠れずにいて、ふと階段の電気がついていることに気がつきました。階段は襖で仕切ってあったんですけど、その隙間から光が漏れていました。両親が消し忘れることはあまり考えられなかったんで、珍しいなって思いました。そう思いながらぼんやりとその光を見ていると、かなりはっきりと、しっかりとした口調で、パパ、パパ、なんで?と、階段の下から聞こえてきました。私は二人姉妹で、私も妹も両親のことは幼い頃から、お父さん、お母さんって呼んでいました。パパ、パパ、なんで?パパ、なんでよ?とてもはっきりとしばらくの間、その声は聞こえていました。不思議なんですけど、私は全く恐怖を感じなくて、それよりもむしろその声で、妹や両親が目を覚ますのではないかと、その方が心配なくらい、それくらいに大きな声だったんです。どのくらいその声を聞いていたかはわかりませんが、しばらくの間、その声を聞いて、そのうちに眠ってしまったようでした。翌朝目覚めて、そのことをすぐ両親に話しました。すると両親、特に母はかなり驚いている様子。ですがその時は結局それがどういうことなのか私にはわからずじまいでした。それから数年が経って、私は中学生になり、近くのお寺のお花見祭りの時、いつも両親がお参りするところが、水子を祭るところだと分かったんで、なぜだと思ってそれを聞いてみると、母は実は私と妹の間にもう一人妹がいたのだと話してくれました。死産してしまって、この世に生まれることがなく、亡くなってしまったとのこと。そしてそれは、小学生の頃、あの不思議な声を聞いたのと同じ、夏であったということでした。交換した人形。 A ちゃんと B ちゃん、とても仲がいい二人の女の子がいた。二人ともまだ幼くて、よく人形遊びをしていた。そんな二人にも別れの日が来た。 A ちゃんが家族と一緒に引っ越しをしてしまうことになった。お別れの日、二人は泣きながら別れを惜しんだ。そして、いつも遊んでいたそれぞれの人形を交換して、
また会う約束をして別れた。だが、その引っ越し先に行く途中、交通事故で、A ちゃんの家族全員が亡くなってしまった。その話を聞いた B ちゃんはとても悲しんだ。その事故が起きてから一年くらい経った頃、B ちゃんが偶然読んだ本に、死者を生き返らせる方法が書いてあった。それは、生き返らせたい人間の名前を書いたお札を、作った泥人形に入れて、呪いをかけると数日後に生き返るというものだった。B ちゃんは何でもいいから、A ちゃんともう一度会いたくて、その方法を実行した。それから数日して、両親が夜用事があって、家には B ちゃんだけが残った。夜も遅くなった頃、玄関を叩く音が聞こえた。最初は怖がっていたんだけど、玄関の向こう側から、B ちゃん、遊ぼうよ、という声が聞こえてきた。その声は明らかに A ちゃんの声だった。本当に A ちゃんが生き返ったんだ、そう思った B ちゃんは、急いで玄関を開けようとした。その時、開けちゃダメ、という声が後ろから聞こえてきた。A ちゃんの声だった。その声にびっくりして後ろを振り向くと、自分の部屋に置いてあるはずの A ちゃんからもらった人形があった。それを見た瞬間、玄関の向こうにいるものが A ちゃんではないような、そんな気がした B ちゃんは急に怖くなった。B ちゃんは人形を持って自分の部屋に逃げた。自分の部屋の隅っこで怯えながらも、守ってもらうように人形を大事に持っていた。その間もずっと玄関を叩く音が聞こえてくる。そのうちに疲れ果ててしまった B ちゃんは眠ってしまった。しばらくすると帰ってきたお母さんに起こされた。お母さんが玄関がおかしいと言って、B ちゃんは怖がりながらお母さんと一緒に玄関に行った。そこは一面泥だらけになっていた。B ちゃんは怖くて泣き始めたんだけど、その泥の中に人形のようなものを見つけた。それは、B ちゃんが A ちゃんにあげたはずの人形だった。さらにその人形には変なところが二つあった。一つは、前後にしか動かないはずの人形が、まるで家を守るかのように背を向けて両手を開いていたこと。もう一つは、その人形は金髪だったはずなのに、A ちゃんと同じ黒髪になっていたこと。お化けの木。一週間くらい前の話。うちの近所には公園があって、その公園の中にあるでかい木は、なんか不気味で、俺や地元の子供は、お化けの木とか、あの木の下には幽霊が出る、そんなことを言っていた。俺には、隣町に住んでいるおばさんがいて、子供の時、その公園におばさんと行った時、おばちゃん、あの木の下にはお化けが出るんだよ。
そんなことを話した。そのおばちゃんが2ヶ月前から事情があってうちで同居し始めたんだけど、おばちゃんはお風呂が好きなんで、近所にあるスーパー銭湯に先週一人で自転車で出かけて行ったんだ。そして帰ってきてから俺に、さっきあの公園の前を通ってきたんだけど、あの木は本当に夜見たら気持ち悪いねって言ったんだ。めちゃくちゃびっくりしたよ。だってその数日前にそのお化けの木は切り倒されてしまったんだから。おばちゃんにそのことを言うと、え？じゃあ違う木と勘違いしたのかな？でも確かにあの木が、お前が昔お化けの木って呼んでいた木だと思うんだけど、そんなことを言っていた。おばちゃんが見た木って一体何だったんだろう。ただの勘違いだと思いたい。気にするな。僕が中学校2年生だった時、むちゃくちゃ仲がいい友達がいたんだ。その友達のうちはお母さんとお姉さんとの3人暮らしで、僕はよくその友達のうちに泊まりに行ってた。ある日、友達のうちに泊まって夕飯食べたら、ゲーセンに行こうってことになってうちを出たんだ。その時は気に留めなかったんだけど、家の周りにうろうろとしてやたらと僕たちの方を気にしているような人影、それを見つけた。そしてゲーセンで2時間くらい遊んで、お金もなくなったんで帰ることに。で、友達の家に着いた時、さっきうろうろしていた人影がまだいたんだ。なあ、あいつ僕たちが家を出た時もいたよな。なんだろうな、と友達に尋ねたんだが、友達は、気にしなくていいよ、さっさと家に入るぞ、と言って、そそくさと家の中に入ってしまった。そしてテレビを見たり、ネットをやったりして、午前3時ぐらいになって、そろそろ寝るか、と友達が言ったんで、僕は寝る前にトイレに行くことにしたんだ。用を済ませて、洗面台で手を洗っていたとき、ものすごく人の気配を感じた。はっとして、横を向いたとき、洗面台の横の壁にある窓から、茶色い帽子をかぶった人が、目をカッと見開いて、瞬きもせず、こっちをじーっと見ていたんだ。僕は、うわーっと飛び跳ねて、走って洗面台を出て、部屋で漫画を読んでいた友達に、さっき、便所で人が覗いてた、って言ったら、友達が、うるせえな、気にするなって、と言って寝てしまった。その夜、玄関の方からガチャガチャと音がしたり、洗面台の方から窓をキーキーって引っかく音が聞こえてきたりと、僕は怖くて眠れなかった。それからいくら友達にそのことを聞いても教えてくれないんで、友達のお姉さんに聞いてみたんだ。すると、あることが分かった。あの男、3ヶ月くらい前からお姉さんについているストーカーだったらしいんだ。あの夜玄関から聞こえたガチャガチャって音は、そのストーカーが扉のポストから家の中を覗いている音だったんだって。
水遊び。知り合いから聞いた話。その日は朝から雨が降っていて、あいにくの空模様だったんですけど、以前より紅葉を見に行く予定を立てていた私たち夫婦は、他にすることもなく、とりあえず行ってから考えようと、安易な気持ちで出かけることにしたんです。紅葉で有名な観光地であっても、雨のせいか、人もまばらで、ひっそりとしていましたが、幾分か雨も小雨になっており、私たちは散歩がてら、傘を差して歩くことにしました。私たちは紅葉を見ながら、奥へ奥へと進んでいき、木ばかり見ていたせいか、気がつくとすっかり道に迷って、どこをどう帰っていいのか、わからずに途方に暮れてしまいました。道を尋ねたくても、周りには人が一人もいなく、私たちは勘を頼りに戻るのですが、歩けば歩くほど、深みにはまっていくような気がしてなりません。私は妻に心配をかけたくなくて、あえて平静を装っていましたが、内心は不安で仕方がありませんでした。そんな時、子供のはしゃぎ声が聞こえてきて、人がいるということにほっとして、声の出どころを探したのですが、どこにも子供らしい人影などはないのです。鳥の声と聞き間違えたのか、半ば諦めて歩いていると、木の間から見える下の方の川で、子供たちは水遊びをしていました。子供たちを見つけると、私たちは枝に邪魔されながらも、細い道を下って、なんとか川に降りていったのですが、今まで子供たちが遊んでいたはずなのに、どこにもいないのです。私は諦めきれず、川沿いを歩いていったのですが、子供たちの姿は見つからず、子供たちが遊んでいた痕跡すら見つけることができませんでした。私が困惑していると、妻が顔をこわばらせ、ねえあなた、不思議だと思わない？今11月よね。今自分、いくらなんでも、あんな格好で川で遊ばないよ。そう言うのです。そういえば、11月半ばで雨も降っていて、肌寒い中を海水パンツだけで川で水遊びなんて、冷静になって考えてみると、確かに異常な話です。私たちは怖くなって、山道に戻ろうとした瞬間、後ろから声が聞こえてきました。一緒に遊ぼうよ。振り返ると子供が4人、青白い顔でこちらを見ています。明らかに、正気がない子供たち。私は怖くなって、妻の手を取り、その場から逃げて、どこをどう走ったのか、元の駐車場に戻っていました。あたりはもう、夕暮れで雨はすっかり上がっており、車に乗って二人ともほっと一安心していました。私は無言のままエンジンをかけようとしました。ですが、エンジンがかかりません。ふとルームミラーを見ると、先ほどの子供たちが、後部座席に座っているんです。私は反射的に後ろを振り向きました。すると子供たちは笑みを浮かべて、ねえ、一緒に遊ぼうよ。と、こちらをじっと見つめていたのです。リクエスト。あれは、
雨が強い日だった。当時の仕事がカラオケで、日中は一人で仕事だ。今日は誰も客がいない。閑散とした店内に一人だけなので、仕方なくフロントでテレビを見ていた。ウィーンと自動ドアが開いて足音がした。いらっしゃいませ。女性が一人。フロントの手続きをしながら女性の顔を見てみると、白いというよりも真っ青な顔をしていた。部屋に案内した。まだ他に客はいない。しばらくすると内線電話が鳴った。はい、フロントです。中森明菜の〇〇が歌いたいんだけど。ソングブックで探したが、その曲はなかった。すいません、お客様。その曲はございません。申し訳ございません。え、なんで？どうして？探して。探して。もっと探してよ。いや、あ、じゃあですね。本社にリクエストをかけて。助けてよ。助けてください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 。そんなこと言われても。助けてください。それを歌わないと、私、死んじゃうんです。ああ、ああ、ギャー。そこで電話は、ブチッと切れた。店内には、他に客はいない。雨音。しばらくすると、女性が出てきた。来た時と同じ、無表情で、何事もなかったかのように。普通の人のように、生産を終えて、帰っていった。祖父母の見た夢。これは以前、母さんから聞いた話。今から15年くらい前のお彼岸に、祖父が不思議な夢を見たそうだ。双子の女性が現れて、しくしくと泣いている。どうしたんだろうと、祖父が声をかけたところ、その双子は、父さん、どうして私たちを外に出したの？と、涙ながらに聞いてきた。それを聞いた祖父は、その双子が以前、死産で生まれてこなかった自分の子供たちだとすぐ分かったんだそうだ。ところが、双子が言う、外に出したの意味が全く分からない。答えが出ないまま朝になり、祖父は目を覚ました。朝食を食べながら、昨夜見た不思議な夢の話を祖母に話して聞かせると、なんと祖母も全く同じ夢を見ていたことが分かった。これは絶対に何か意味があるはず。そう考えた祖父は、その日のうちに、お墓のあるお寺の住職に相談に行ったそうだ。しばらく黙って話を聞いていた住職は、双子を埋葬した時の状態を確認するような質問を祖父にした後、これは、もしかしたらっていう程度の話なんだけど、と前置きをして話をしてくれた。最近、お墓の掃除をしませんでしたか？あ、はい。
お彼岸ですからしましたけど。それが原因かもしれません。え？住職が言うには、赤ちゃんの遺骨というのは、成人と違って非常に柔らかく、短期間で土へと帰るらしい。まして、木製の棺桶だと、数年で棺桶ごと分解され、土に帰ってしまうんだそうだ。墓の周りの土を吐いて、墓の外に捨てなかったですか？あ、はい、捨てました。では、骨壺を二つ用意し、捨てたあたりの土を入れて埋葬しましょう。住職と祖父は、その日のうちに骨壺を埋葬したそうです。その日の夜、再び夢に現れた双子は、泣きながら礼を言って消えていったそうです。どうして？当時、パチンコ以外には特に趣味もなかった残念な俺の体験談。その日は仕事も休みで、朝からがっつりパチンコ三昧の予定で、地方だけどチェーン展開していて、客付きもいい某店で打ち始めた。午前中に数箱出て、機嫌よく休憩を取って飯を食いに行った。で、帰ってきて、さあ、打つぞって思ったらさ、二つ左の小柄なおっさんが目についたんだよ。パチンコを打っていると、時々変な人を見かけるからさ、ある程度のスルースキルも当然身についているんだけど、あからさまに、パチンコ台のガラス部分に、顔っていうか、額をくっつけていた。で、顔は下を向いた状態で、何か一人で、ブツブツ言ってるんだよ。ああ、これ、やばい人だ、くらいの感じで、ちょっと気分が悪くなりながらも、再会し始めたんだよね。おっさんの両隣では、普通に、おばさんとじいさんが打っていて、神経太いなぁって思ったのをよく覚えてる。というか、おっさんと俺の間にいたおばさんは、線近くハマっていたから、熱くなっていて、それどころではなかったのかも。で、少ししたら、30前後の兄ちゃんが、データカウンター、台の真上にあるデータ表示器を見ながら移動しているのが目に留まったんだ。スロットだったらともかく、パチンコのデータを見て何の意味があるんだよ。って思いながらチラチラ見ていたら、そいつがさっきの危ないおっさんが座っている台のデータも見てるんだよね。いやいや、いくら下を向いていて気がつかないかもしれないからって、それはどうなの？って思っていたんだけど、おっさんは相変わらず、額を盤面のガラスにつけてブツブツ言ってるんだよ。しかもよく見たら、台打ってないんだよね。弾も皿の上には出てないし、正直、こんなおっさんが座ってる台のデータとか、よく見れるなって思った。と同時に、自分の台に熱いリーチが来て、俺は数分ほど自分の台に集中した。結果、残念ながら外れてしまって、心の中では、クソって叫んで、
ふと左横を見たら、旋回転を越えておばさんが短髪を引いてた。当たったんだけど、かわいそうだよね。で、おばさんのさらに隣を見たら、さっきのデータを見ていた若い兄ちゃんが座って打ってたんだよね。あれ？あのヤバそうなおっさんはどいたのか？って思って周りを見たんだけど、おっさんの姿はなかった。まあいいか、と思いながら自分の台に向かって打っていたら、明らかに違和感があるんだよね。パチンコ台の盤面のガラスってさ、結構反射するから後ろの方が見えるんだよ。さっき周りを見た時にはいなかったんだけど、明らかに俺の後ろにいるんだよね。あのやばいおっさんが。座って打っている俺の真後ろに立って、うつむき加減でずーっと見てるんだよ。俺の台の演出を見てるっていうよりは、俺のうなじを見ているような感じなんだ。気持ちが悪いな、としか思わなかったけれど、ここは華麗に無視して打ち続けるしかないと思った。パチンコやって結構音がうるさいから、基本的に俺は耳栓をしているんだけど、おっさんのブツブツの声が徐々に大きくなって聞こえてきたんだよ。どうして知らねえよ。なんで俺なんだよ。と思ったけど、ばって勢いよく立ち上がって、そのままちょっとトイレに退散した。トイレにまではついてきていなくてほっとしたんだけど、さすがに気味が悪かったよ。なんだよあれ、って思いながら席に戻ったら、おっさんが俺の席に座って、またガラス面に額をくっつけてブツブツ言ってた。これはダメだと思ったんだけど、なんか恐怖よりも勝手に人が打っている台に座っているおっさんにイラッとして、おっさんの胸ぐらを掴もうとしたら、すごい勢いでおっさんがこちらを向いた。なんというか目が大きい穴みたいな感じで、黒い涙がだらだら垂れてた。口はびっくりするほど大きく開いて、耳栓をしている俺の鼓膜がおかしくなるんじゃないかってほどの声で、どうしてって叫んだと思ったら、そのままスーッと消えた。そこではっきりとわかったんだ。この人は生きている人ではないんだって。子供の頃、心霊体験を3回ほど経験しているんだけど、大人になってからは全くなかったから正直焦ったよ。そこからの俺は自分でも驚くほど淡々としていた。店員さんを呼んで出玉を交換して換金して、すぐさま帰路に着いた。それ以来その店には行っていないし、パチンコもほとんど打たなくなった。はっきり言って完全にトラウマですよ。よく失神しなかったなって思う。しかし、なんで俺だったのか。どうしてって何のことだったんだろうか。ただこのトラウマのおかげで、パチンコを
ほとんど辞めることができて、今の生活自体は逆に充実しているから、感謝すべきなのかもしれないなって。夢の日記。しばらく前に金縛りを初めて体験したんだけど、その時に見た夢の話です。この夢は2回見ていて、1回目は何もなくて、2回目に金縛りに会いました。1回目の夢の話。話の中で目が覚めるとかがあるけど、全部夢の中の話です。僕は実家にいて、クローゼットの中にレポート用紙のノートと、その上に小さい正方形の赤い紙が上に載っているものがありました。そこに僕は夢の中で毎晩眠る前に欠かさず日記を書いていました。ある日目が覚めて、そのノートを見てみると、僕が書いた後に誰かが日記を書いていました。読んでみると、それは女の人らしくて、その日から僕とその女の人の交換日記みたいなものが始まりました。赤いワンピースを着るのが好きとか、いろいろと書いてあるんだけど、その中に黒い大きな鎌を持っているっていうのがありました。それでずっと続けていたんだけど、ある日目覚めてノートを見たら、その女の人が書いている日記があるんですけど、最後の一行に、あなたの右腕をくれない？と書いてありました。ものすごく嫌な気分がして、その時点で本当に夢から起きました。その時は何もなかったんです。後日、夢のことはもう忘れていました。二回目の夢の話。僕は何人かで友達の家に遊びに行きました。一階でみんな遊んでいて、僕はすごく疲れていて、ちょっと疲れているから先に寝るわって言って、二階に上がって、その友達の部屋に入りました。何か読みながら寝ようと思って、雑誌を探していると、タンスの上に、レポートのノートと赤い小さな正方形の紙がありました。やばいと思いながらも、そこをめくると、そこにはやっぱり僕とその赤いワンピースの女との日記が書いてあって、最後のページにはあなたの右腕をくれないと書いてありました。これはやばいって思ったんだけど、すごく疲れていて、これは寝なきゃダメだと、ベッドに転がり込んで眠ろうとした時、すごい寒気がして、一瞬でその夢から覚めました。そしたら、何か起きる直前に悪夢がして、バッと目を覚ましたのに、目が半分までしか開かない。体が動かない。声も出ない状態でした。どうしようもなくて、とにかく声を出そうと、ずっと張り上げて、ああって、なんとか声が出たら、体が動きました。怖くないかもしれませんけど、でも実際に、夢の中であの日記を見た時の恐怖は、半端なかったんですよ。
時計。以前、彼女の買い物に付き合った時のことです。何軒かのショップを冷やかした後、少し休もうと喫茶店を探していると、時計屋のショーウィンドウに飾ってある時計が目についたんです。なかなかいいデザインで、彼女も気に入ったみたいでした。値段もさほど高くない。私は少し早めのバースデープレゼントとして、それを買ってあげることにしました。店を出ようとしたとき、ベレー帽をかぶった猫背の40代くらいのおばさんがずかずかと入ってきました。あそこに飾ってあった時計はどうした？あれは私が買うはずだったんだ、と金切り声で店員に言いました。私の彼女は反射的にさっき買った時計を隠しました。店員は、2、3日ほど前にあなたくらいの女性が買っていったと言いましたが、お金は持ってきたんだと、小銭入れのような小さな財布を見せていました。そのおばさんが諦めて、時計を買った者に対する呪いの言葉を吐きながら出て行きました。店員に聞くと、ベレー帽のおばさんが言っていたのは私が買った時計で、今まで何回も、次はお金を持ってくるから、と言っては、その繰り返しだったそうです。私たちは、ファーストフード店で休んだ後、映画を見て、夕食を食べに行こうと歩いていた時、自動販売機に硬貨を入れている、ベレー帽のおばさんを見つけました。こちらに気がついた様子はないのですが、私たちは足早にその場を去りました。夕食を済ませ、彼女は駅まで見送りに行きました。駅の構内の本屋に、あのベレー帽のおばさんがいるのが見えました。地図のコーナーをじっと見つめています。彼女が怖がったので、家まで送ることにしました。小雨が降ってきたので、傘を買って、二人で住宅街を歩いていると、後ろでクラクションが鳴りました。振り返ってみると、ベレー帽のおばさんが、横断歩道を小走りに走っていくのが見えました。次の日、その時計を質屋に入れました。買った1割くらいにしかなりませんでしたが。典型的な。人生で心霊現象らしきものは、川遊びと今から書き込む体験のみのゼロ感です。そんなゼロ感でも明らかにおかしいとわかる幽霊屋敷に住んでいた時の話。やなり階段の上り下りはしょっちゅう。人がいないのにテレビが勝手につく。出した覚えのない水が出しっぱなし。ゼロ感の私たち住人よりも敏感で出入りする人たちは、自主的に盛り塩三昧。商売繁盛の神棚のために呼んだ神主が、商売繁盛どころではない、と、訪問を泣いて嫌がる。後から知ったんですけど、よくある、3ヶ月以上誰も住み続けたことがないと言われる、典型的な幽霊屋敷でした。友人は一度招待すると二度は来てくれませんでした。貼ってあるポスターの目つきが悪くなってるし、トイレの帰りに足音に追いかけられるからという理由。私たちは全く気にせずに住んでいました。変だなと思ったのは一回だけ。妹と部屋を交換して寝ていたとき、
夜中にけたたましくドアを叩かれました。何があったんだと慌てるくらい激しかったんですけど、起きて開けてみると誰もいない。その時は眠かったんで、何事もなかったかのように寝ました。それほどに鈍い私たち一家でしたが、その家を引っ越すとき、さすがに青くなりました。荷物をまとめているときのことです。押し入れの荷物を出し終えたとき、天井の板が外れていることに気がつきました。何気なく覗いてみると、見えた柱は真っ黒。火事の焼け跡そのままにびっしりとお札が。真偽は不明ですが、火事で一家が亡くなったとか。ようやく、頻繁な物音や、ドアを叩かれた経験を恐ろしく感じました。後々分かったことなんですけど、どうやら父には見えていたらしいです。夜な夜なにらみつけてくるおばあさんの姿が、あんまり気にはしていなかったみたいですけど。父の部屋の窓ガラスの手形、酔ってつけたんだと思ってた。今あの家にもう一度住めって言われてももう無理ですね。ちなみにその家まだありますよ。新しい一家も住んでいます。結構長く住んでいるみたい。3ヶ月持たないっていうのは嘘でしたけど、何かある家ということは間違いないと思います。綺麗な格安物件。友達は一人暮らしで、割と綺麗なアパートの3階に住んでいる。綺麗な割に安いんだよ、と嬉しげに話していたが、引っ越しを手伝った自分や友人たちはその理由を知っていた。トイレに入ると、鍵を閉めても勝手に開く。窓際に女が座っている気がする。灰色のスーツ。見えないんだけど、みんながそう思う。うめく声が聞こえる。冷たい何かが首に触れた、などなど。どう考えても訳あり物件だ。霊感があるような友人はいなかったんだけど、みんなやばいと思って、誰も遊びには行かない部屋だった。家主だけは気がついていない様子だったけど。その訳あり物件済みの友達がある時仕事に来なかった。その日の夕方、止めてくれと連絡が来たんで、どうしたのかと聞いてみると、警察沙汰があったらしい。真夜中、3階の友達の部屋に、乱暴目的の男が窓から侵入。部屋の中にいた女を押し倒した、らしいんだが、どうやら押し倒したのは霊だったらしい。友達は窓を破られた音を聞いてトイレから通報。友達ではありえない、部屋にいた人物を、犯人は押し倒したそうだ。しかし姿に気がついて、3階のベランダから犯人はダイブ。あっちこっち骨折で逮捕&入院。聞いた話だと、押し倒した霊は血まみれの顔で、服はずぶ濡れだったそうだ。でも美人だったとのこと。不法侵入と窃盗の容疑で捕まえたらしいが、窓を破られて寒いからうちに泊めてくれと言われた。毎日、
窓際に立っている寂しげな姿が気になって侵入した。犯人はそう言っていたそうだ。友達は髪は長いけど男だ。それもクマみたいなやつ。どう考えても美女と間違えるわけがない。結局は引っ越すことはなく今も住んではいるが、霊は未だにいる様子。犯人に霊感があったために起こった事件かもしれないんだが、いろんな意味で嫌な部屋だと思っている。怪しいフォルダ。学校のパソコン教室。俺に割り当てられたパソコンの Windows フォルダの中に変な名前のフォルダがあった。 23:49 クリックしてみるが、アイコンは反転するものの反応はない。作動不良のアプリみたいな状態だった。プロパティを開くが、サイズなどの欄が文字化けしている。そして、あることに気がついた。ファイル名にコロンの文字は使えないはずなんだ。このフォルダ、一体何なんだろう。気になって仕方がない。フォルダの名前は、もしかしたら時間ではないだろうか。そう思って、夜中に学校に忍び込むことにした。フォルダ名の時間だったら何かあるんじゃないかと思ったんだ。実況すれにて予告して出発。普段のパソコンを起動して、怪しいフォルダがある Windows のフォルダを開いておく。時間は23:42。あと少しでフォルダ名の時間だ。ブラウザを起動して、予告を出しておいた実況スレを開く。学校のパソコンなら、ある程度フィルタリングされていても良さそうなものだが、ここはセキュリティソフトすら入っていなかった。呆れた話である。さて、実況のスレでは、心霊スポットに行っている人がいて、住人の注意はそちらに向かい、俺の書き子はスルーされていた。寂しいし、割り込みに心苦しいものを感じるが、そろそろ時間なんで、これからフォルダを開く旨を書き込む。リロードすると、俺の書き子にレスがついていた。やめろ。やはり割り込みで気分を害してしまったようだ。でも、乗りかかった船なんで、実況は続けることにする。時間になったのでクリックすると、開けた。そのことを書き込むと、またもやめろとレス。でも、他の住人はスルーしている。レスをした人だけが粘着してるんだなと思って、実況を続けることにする。開いたフォルダの中にある01、02、03と通し番号が振られたいくつかのファイル。画像は花、猫、この学校の校舎、鏡、石。取り留めもない写真がたくさんあることを書き込む。そしてやめろのレス。気にせずにフォルダの中身をさらに調べる。昔のフィルムを MPEG に落としたらしいモノクロの映像。運動会のようだ。そして、いくつかのテキストファイル。だが壊れているのか、意味不明の文字の羅列となっていた。全くもって意味不明。もう帰ろうかと思って、
割り込みを詫びて実況を終える。書き込みをしようとしてあることに気がつく。俺の書き込みとやめろと、しつこく粘着していた人の書き込みは、ID が同じだったんだ。つまり同じ回線。やめろというレスは、ここから行われたことになる。だが、ここにいるのは俺一人。動いているパソコンも、目の前の一台のみ。恐怖に駆られ、学校を飛び出して逃げ帰る。それから再び実況スレに繋ぐと、俺の書き込みも、やめろの粘着もすべて消えていた。アボーンですらなく、ただの空のレスになっていて、住人が空のレスの割り込みに文句を言っていた。あれからもパソコンの作業では、あのパソコンを使う。だが、怖くてあのフォルダがある Windows フォルダは開くことができない。閉ざされた部屋。私が小学生の時体験した話です。クラス替えがあって、初めて仲良くなった友達の家に遊びに行きました。見た目は普通の一軒家なんですけど、中に入った途端、強烈な違和感を感じました。まるで人が住んでいる気配がしないんです。モデルルームみたいで、生活感が感じられない。気味悪いなって思っていたんですけど、二階にある友達の部屋へ。階段を上がっていくと、もっとすごいものを見てしまいました。二階には部屋が二つあるのですが、そのうちの一つの部屋のドアノブと階段の手すりが、ビニールの紐でぐるぐる巻きに縛られているのです。何重にもしつこく巻かれていました。私が唖然としてそれを見ていると、友人は、そこ、お姉ちゃんの部屋なんだ。自分がいない間、誰にも部屋に入られたくないんだって、そう言いました。私はなんとなくではありますが、納得はしました。友人の部屋は割と普通でした。ただ、その部屋で遊んでいても、私の頭からはあの部屋のことが頭から離れません。そこで友人がトイレに行った隙に、ベランダに出て隣の部屋を覗き込んだんです。ベランダで隣の部屋と繋がっていたんで。すると、夕日がさんさんと照る時間で、太陽の光が眩しいくらいなのに、部屋の中は真っ暗なんです。それもそのはず、その部屋は内側からベニヤ板で塞がれていたからです。いくらなんでも人に見られたくないからってそこまでするものでしょうか。しかもサッシの隙間からカビ臭い匂いが漏れ出していました。古い図書室の匂い。何やってるの？友人に怒鳴られて我に帰りました。帰ってよと怒られて私はしぶしぶ帰りました。それから数ヶ月後に友人が転校するまで一回も口を聞いてはもらえませんでした。もっとも彼女はその日からあまり学校には来なくなっていましたが、これで私の怖い話は終わりです。ちなみにその家は彼女たちが引っ越してすぐ取り壊されて、今は駐車場になっていますが、幽霊が出る
という噂もあるみたいです。遭難日記。12月4日、この雪山で遭難して約24時間。古い山小屋ではろくに暖も取れず、少々寒いが外で過ごすことはできない。助けはすぐ来るに違いないだろう。12月6日、助けはまだ来ない。この吹雪だから捜索が難航しているんだろう。落ち着いて待つことにする。時計が壊れてしまったので日にちがわからない。食料がだんだん減ってきた。水は雪を何とかして得ることができるけど空腹は辛いだろう。吹雪はまだ止まない。ドアから風が入ってくる。防寒服を多めに着ていてよかった。手が震えてうまく文字を書けないが、しかし私は諦めない。諦めてしまったらそこで終わりだ。なんということだろうか。あれほど吹雪いていた吹雪が嘘のように止んで、私は救助隊に発見された。彼らに日付を聞いてみると、今日は12月の12日だという。少し長い遭難体験にはなったが、それももう終わりだ。この日記はここに置いていこうと思う。もしもここで遭難してこれを読んだ者がいるなら、私は言いたい。決して諦めてはいけない。助けは必ず来るのだから。この日記の文字は、時間を重ねるごとに筆圧が弱くなっていたが、最後のメッセージだけは希望に溢れたようにしっかりとしていた。なお、連日にわたる猛吹雪のため、捜索が再開されたのは、それが少し弱まった14日の明朝のことである。この日記の書き手、かの遭難者の行方は、現在も行方不明とのこと。ひどい友人。10年くらい前の話。その頃20代前半だった俺の友達に、ろくでもない奴がいた。仕事もせず、女に食わせてもらって、パチンコ、麻雀とギャンブル三昧。金をくれる女は何人かいるようで。たまにゲーセンとかで会うと、毎回違う女を連れているが、全部豊島の疲れたキャバ嬢みたいな感じなんだ。ある日、またゲーセンで会ったんだが、女を二人連れてスロットゲームをやっている。お水系のスーツみたいな服装の女二人は、奴の両隣に座って見ているだけ。よくやるなぁ、と思いながら挨拶だけした。しばらくゲームをやって、他の友達と外の自販機の前でだべっていると、そのろくでなしがゲーセンから出てきた。女は一人しかいない。帰るわ、とか言ってくるから、おい、一人置いていくのか？って聞くと、すごく変な顔をされて、
そのまま車の方に歩いて行った。すると女がこっちを振り向いた。俺は怖くて目をそらしたよ。目と口を大きく開いて、にやって笑ってる女。それだけでも十分怖いんだけど、顔が全然違う別人になっているんだ。その後ゲーセンの中を探してみたけど、もう一人の女はいなかった。それから二ヶ月くらいかな。そのろくでなしを知っている別の友達が、あいつ今行方不明らしいよって言ってた。まあ急にいなくなることは前にもあるやつだったんだけど、携帯も繋がらなくなっていて、10年経った今もどうしているのかわからないんだ。ジョギング。ちょうど1年前の今頃、怖い体験をしました。私が住んでいるところの近くに運動公園があります。周りを山で囲まれ、テニスコートや体育館、競技用のトラックなどがある普通の運動公園です。その頃私は太り気味で、真剣に痩せなきゃと思っていて、ダイエットのため1ヶ月ほど前から夜中の11時頃にトラックの外周を走っていました。その日もいつものようにジャージに着替えて運動公園までジョギングし、トラックの前で準備体操をしていました。しかし、トラックの様子がいつもと違います。なんか変だな。そう思いつつも、体操を終えて、スタート地点に立ちました。そしていつものように、トラックの外周を走り出し、最初のカーブを曲がったとき、違和感の正体に気がつきました。照明が一つしかついていない。そう、昨日も同じ時間に走っていたんでわかりますけど、トラックの直線上にいくつか点灯しているべき照明が、手前の一つ以外が消えてしまっていたんです。故障かな？疑問には思いつつ、とりあえず一周走りました。しかし、どの照明も点灯しておらず、トラックは真っ暗に染まっていました。空は曇っていて、月は出ていません。唯一の明かりは、入り口の近くにある自動販売機の光くらいでした。おかしなこともあるもんだ。霊や、超常現象などは信じていない私は気にせずに走り続けました。5、6周走ったくらいでしょうか。ふと背中に視線を感じて立ち止まって振り返りました。しかしあたりは暗闇。多少は目が慣れてきたとはいえ遠くまでは見えません。気のせいかな。とりあえず、いつも10周がノルマだった私は、また走り出しました。すると今度は、パカ、パカ、パカ。背後から、不規則な、パカッという音が聞こえてきました。この運動公園は、トラックを走るときは、必ず、右回りをするように、
距離の数値が書かれていて、スタートラインから走ると必ず右回りになります。私と同じようにこんな時間に走る人がいるんだな、と背後から聞こえてくる足音を気にもせずに走っていましたが、それにしても不規則な足音です。まるで馬の蹄のような。しかしここは運動公園で、時間は夜中の12時を過ぎています。馬なんかいるわけがありません。おそらく二人組で走っているんだろう、そう思い、とりあえず6周目を終えて7周目に入りました。その時、それまで聞こえていた足音が急に速くなりました。パカラッパカラッパカラッ。おそらくゴールが近いので、スパートでもかけたんでしょう。そう思って私はマイペースで走っていました。でも、足音はゴールを過ぎて、カーブを曲がっても速いまま。トラックの直線を走っている私の後ろから、どん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 足音が近づいてきます。その段階になって、私は恐怖を感じ始めました。とても靴でトラックを走っている音ではありません。だってトラックはゴム製なんです。こんな足音はしない。そう思った瞬間、私は全力で走り出しました。しかし、直線を過ぎても、カーブを曲がっても、あの音はどんどん近づいてきます。最後の直線、自動販売機の人口の高原を目指して、脇目も振らず全力疾走しました。到達したとき、不意に右肩を黒いもやもやしたものが通り抜けていきました。うわ、右肩が自分の意志とは無関係に前に引かれて、片足でよろけつつ前を見ると、真っ黒な馬の尻が見えました。その上には真っ赤な鎧をつけ、背中に無数の矢が刺さり、首から上がない状態の侍が乗っていました。ほんの一瞬のことだったと思います。侍を乗せた馬は、そのまま目の前のコンクリの壁に突進し、吸い込まれていきました。今でも思い出すことができる、あの右肩を何かがすり抜けていく感覚。ただの幻覚だとは思いたいですけど、自分一人では右肩を引かれてよろけるなんてことはできない。やはり何かがいたのだろうかと。その日から私はその運動公園には行っていません。